バッチが企画持ってきたらしいんだよね。何企画でしょ。わかんない。私のことを笑わせてくれませんか。いやちょっと今日せっかくゲストで来てるから、うん、ちょっと面白いことしてほしいなと思って。ハードル高っ。そのバケツ何。これは私が、まあ、ウサガリアが持っているイチゴミルクを口に含むじゃないですか。うん、これね。あこんなところにイチゴミルクがバサッとらしい。え、これを含んで笑わせたらいいってことでしょ。うん、見ちゃったら立ち。じゃあ今度しおりお願いします。まあ様子見でね。うん、様子見でいきます。シンボイライト聞いてる。じゃあいきますよ。お願いします。外人さんが赤ちゃんを笑わすときの真似。ブルル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 ルこの目がちっちゃくなります。っていうことは、3人で行こう。3人で行こう。3人で行くしかない。よしやろう。またそのパンツだから。あのウサマリアのマトリョーシカパンツ知らないのみんな。え、見てあの顔ですよ。軽蔑してる目は。ウサに厳しい。どうだった。いや絶対吹かないと思ったんだけどな。今日名言出たよ。ウサマリアマトリョーシカマトリョーシカパンツ、ちゃんと履いてるから、うん、この下にちゃんと水着履くっていう習性だから、うん、あの名言言ってください。はい、ウサはマトリョーシカパンツ。ありがとうございます。